このシリーズのまとめとしてアカウントの健全性に関する出品者からの一般的な質問にいくつか答えたいと思います質問1注文数が非常に少ないため不備があった注文が注文不良率に大きく影響してしまいます例えば10件の注文のうち1件に不備があればすでに10%になりますこのような状況は考慮されますか 注文の処理で何らかの問題が発生する可能性を完全に排除することはできません Amazon のシステムではスコアの計算に全体の注文数が考慮されますしたがって注文数が非常に少ない出品者の場合は不良率が指定のパフォーマンス目標を大きく上回っていても目標を満たしているとみなされます質問に不備のある注文に関する詳細はどこに表示されますか商品名や購入者などの詳細についてはセラーセントラル内のマネージオーダーズで確認できます オーダーズにカーソルを合わせてマネジオーダーズをクリックし詳細を知りたい注文の ID をクリックしますレポートをダウンロードするにはもう一度オーダーズにカーソルを合わせてドロップダウンメニューからオーダーレポーツを選択します日数を選択してレポートをリクエストしますレポートが作成されると同じページでダウンロードできます質問3購入者からのメッセージが POP 指標で改善が必要としてカウントされるのはなぜですか このようなメッセージを POP スコアに含めることで購入者からの問い合わせを多くしている衛診を特定しやすくしています例えば単品または少数の衛診について問い合わせが急増した場合は商品に問題がある可能性がありますすべてのメッセージを確認済みで問題が繰り返されなければおそらく心配する必要はありませんこの指標は販売促進のためのもので Amazon ではパフォーマンス目標として使用しません 質問4注文不良率に赤いバスや黄色い簡単符がついていますが短期と長期の注文不良率には問題が見られませんなぜですかこの場合は短期の注文不良率で急激な増加が検出されたことを示していますこのことはできるだけ早く出品者に知らせる必要がありますそうすれば最近の低い評価や Amazon マーケットプレイス保証申請やチャージバック申請を確認して不良率に不利な影響を及ぼす前に問題に対処できます質問5 パフォーマンスノーティフィケーションズページのメッセージについてパフォーーマンスチームにに問いい合わせるにはどうすすればよいですかメッセージの確認後にページの下のコンタクトセラーサポートまたは「ゲットサポート」リンクをクリックすると問い合わせを送信できます問い合わせ内容について詳しく入力してください以上でこのシリーズは終了ですこれでアカウントの健全性指標についての理解を深め傾向を確認しより高いレベルの顧客サービスを提供できるでしょう